8200系電気機関車は、韓国鉄道公社が保有する交流型電気機関車である。2003年から2008年にかけて83両が製造された。2003年に8000系の後継機として製作された。最初は、当初から電化されていた中央線、大白線、な白線、霊東線で使用されていたが2005年以降電化が急速に進むにつれて、 運行範囲も拡大し、現在は、警府線系統の列車にも使用されている。客車に、サービス電源を供給する、補助電源装置が搭載されているため、電源車の連結を不要としている。セクションを通過する際は、瞬間的に回生ブレーキを動作させ、SIV に電力を供給する仕組みとなっているが、回生ブレーキによる電力の供給能力に問題が、 あることから8両以上の客車を牽引する際には電源車を連結している。本機はドイツシーメンス社がヨーロッパの汎用電気機関車として開発したユーロスプリンターの ES64 回いをベースに同社の協力により韓国で製造された系列である。もともと ES64 回いは定格出力6 4 0 0ット交流 15KV16.7Hz の 単電源対応で最高速度時速 140km の貨物用、交流電気機関車である、ドイツ鉄道の貨物部門では、同系機を152型として運用している。韓国への導入においては、運用条件を考慮し、定格出力 5200kW、交流 25KV60Hz の客下療養にカスタマイズした上で投入されている、シーメンス製の GTO 阻止、 シベス32による VVVF インバータ制御を採用しているため、発射時のジレノンが音階に聞こえるのが特徴である。運転席は座り心地を配慮したバケットシートが採用されたほか、運転台には小型の例、オンクラコが設置されており、機関士の長時間乗務を考慮した設計がされている。2003年から2006年にかけて初期型55両が製造され、2008年には 後期型28両が製造された。初期型は当初、車番表記がシールによるものであり、ATP が搭載されていなかったが、2019年、現在は後期型と同様に、金属プレートによる車番表記となり、ATP が追設された。2008年に製造された後期型は、車番表記が金属プレートによるものに変更され、製造当初より ATP が搭載されたほか、 衝突事故対策としてアンチクライマーが取り付けられた。2019年現在は事故廃車となった8252号機を除く82両が在籍し、韓国各地の電化路線で主に無軍派号の牽引に充当されている。8200系電気機関車供給能力は客車12両分である。2017年9月13日に中央線の 陽平駅限徳駅間で7400系7468号機と8500系8569号機に追突し、大破したため同年中に廃車となった。ただし、京府線、湖南線、全羅線は午前1時から午前5時の間は、河川への送電が停止されるため、午後9時以降は運行されない。ありがとうございます。